1896年アテネオリンピックの陸上競技は、1896年4月6日、7日、9日、10日の競技日程で実施された。100メートル決勝のスタートマラソン古代のパンアテナイ競技場の跡地に新設されたパナシナイコスタジアムで行われた。直線が極端に長く、コーナーが急カーブであった同競技場で現在と異なり、 時計回りで競技が行われた。初めての開催となる、本大会では、男子のみ12種目が行われた。12種目中、9種目で、アメリカ選手が優勝、100メートルで優勝したトーマス・バークのクラウチングスタートは、各国選手の注目を集めた。バークは400メートルでも優勝した。800メートル、1500メートルでは、イギリスのエドウィン・フラックが、 コーナーワークの匠さで優勝した。円盤投げでは、初めて円盤を手にした、アメリカのロバート・ギャレットが、地元ギリシャ機体のパナギオティスパラスケボポーロスを破り、優勝した。大会最終日には、マラトンの古戦場から競技場までのコースで、マラソンが行われた。フランスのアルバン・レムゾーが32キロまでトップを走り、エドウィン・フラックとアメリカのアーサー・ブレイクが2位争いを、演じた。 23キロでブレークがリタイア、レムゾーも32キロでリタイアし、フラックが先頭に立った。残り7キロの地点で無名の牧府であるギリシャのスピリドン・ルイスが先頭に立ち、そのまま競技場に入った。最後の200メートルでは大喜びのコンスタンティノス皇太子、ジョージ・シンノーが伴走した。ピエール・ド・クーベルタンは私の生涯のうちで、 これほど感激したことはないと語った。ルイスにはマラソン競技を提唱したパリ大学のミシェル・ブレアール教授から寄贈された高さ15センチメートルの銀製のマラソントロフィーが贈られた。このトロフィーはルイスの孫によりクリスティーズのオークションに出品されギリシャの民間財団が約54万ポンドで落札した。ありがとうございます。